働く人に役立つプラスアルファーな考え方に注目するアルファーイズムスポーツビジネスのプロが考える稼げるようなるための改革これまでの常識を覆すその理クを、内田玲ダレイナキャスターが聞いた男水星ジャパンは33年ぶり女子織姫ジャパンは45年ぶりにオリピックでの歴史的一勝を挙げ大いに沸いた日のハンドボール界そして 国内リーグもかつ内変革の時が日本ハンドボールリーグ吉原一世代表理事オリンピックを通じていい温度感でもあるのであんまりゆっくりやりってしまうと改革もしづらいのでスポーツジネスのプロフェッショナルがリーグとに就任稼げるリーグへの秘策とは驚異的な躍力から繰り出されるシュートやスピーデな展開が魅力のハンドボール 2021年、国内最高リーグにあたる日本ハンドボールリーグの表理事に、吉原和正氏が就任した。吉原氏は、B リーグの初代事務局長など、スポーツビジネスの前線でキャリアを重ねてきた、改革の立役者、タミネコロモナキャスター、今のハンドボール界は、スポーツビジネスの目線から見ると同意、立ち位置なんでしょうか。日本ハンドボール、グ。 吉原一世代表理事、スポーツビジネス、観点から言うと、正直、まだまだマイナーだな、思います。売上に関してもほとんどない、これまでのハンドボール界の常識を覆す、原市の取り組みの一つが、クラブ関係者や選手の積極的なミーティング。トヨタ社体、渡辺、選手、JHLTV が有料化になったっていうのを知った、ですけど、この日のテーマは、 リーグ戦の配信、今シーズンから有料化することについて、1000との生々しいやりとりが、日本ハンドボールリーグ、吉原一世代表理事、価値あるものを提供、テイルという原点に戻りませんかという話、させてもらった。チケットも、同じ、招待券配。る限り、勝ちないと言ってるなどほぼ等しい、国銀行、川田智美選手。 この状況で会場に足運んでもらうことも少なくなっている中で、こまで無料で、YouTube で見られるのはすごくメリットだなと思った日本ハンドボールリーグ原和正代表理事、選手にとっては露出が多い思うから、無料の方がいいのは理解している。JHL が来てびっくりしたのが、2億円しかない売り、激暴が、今バスケだと20、30倍。 J リーグなんかは300億から150倍くらいあるのかな。全くお金がほぼな。ジークスター東京、ドイー・レミリアンリ選手、僕、逆にポジティブに捉えてます。毎年クラファ、してお金を集めるわけにもいかないリーグ、価値向上へ、優先的に解決すべき課題を共有る、る吉原流改革、内田玲へキャスター、かなり、方をオープンにしていくところも、 吉原さん、違いやられていることですが、どういった目でオープンにしていこうと決められたんで、か。日本ハンドボールリーグ、吉原一世代表、こと、スポーツは、誰のものなのか。一部の人たち、ものではなくて、他種多ようなステークホルダーによって、スポーツは、成り立っていると認識ています。テいマス東京オリンピックの歴史的勝利と、う厚い夏が過ぎ、9月末に開幕した新生ハンド、ルリーグ、 そこには、チームの責任者と将来、そう議論する、吉原氏の姿があった。内田玲衣、キャスター、様々な競技が、オリンピックで注目、出て、多くの方に知ってもらったチャンスを、受け継続させていくかというところを悩まれ、いると思いますが、日本ハンドボールリーグ、吉原一政代表理事、どうやって稼ぐかという、組、ガバナンス、そこら辺を、きっちり構築し、いい限り、 人間って悲しいかな盛り上がった。必ず冷めてしまう。そのままヒューッとなくってしまう。仕組みだったり、スポーツビジネの稼ぎ方。ここをちゃんとやらない限り、変は手いかない。しっかり、そこをやっていきまし、うということを、今させてもらってます。